こた心臓です。心臓チャンネル、今日のテーマですが、熱中症に行ってみたいと思います。はい、熱中症という病気、はい、暑いからですよね。もうこれで終わりますけども終わっちゃいけませんけども、暑いからですよ。暑いからなんですが、その暑さだけじゃなくてですね、なりやすくなるものがあるわけですね。まあ後で言いますけどね、熱中症にかかりやすくなるものがあるわけですよ。では今日のテーマですけども、熱中症ですから、どういうものかということですが、周囲の気温が高いとですね、運動したりしてですね、体温が上昇して発生する健康障害です。周囲の気温が高すぎるプラス運動とかですね、こういうものと。でどういうことが起こるかと、脱水症状とかですね、電解質異常とか、そういうことが起こりますよと。で、子供はですね、運動ですね、中高年は労働環境とか生活環境とかから起こると。で、これ女性よりですね、実は男性の方が多い。はい。で、分類、まあ今はもう全部熱中症ですけどね、昔分類してたと。まあ今でも言ってますけども、まあもう全部熱中症ですよ。熱失神、まあ失神するわけですね。それから熱痙攣、痙攣を起こすと。それから熱疲労ってのは、まあ倦怠感が起こるわけですね、そういうのもで、熱射病に、またの日射病とか言ってましたけど、直射日光に当たりすぎとかですね、まあこんな風に言われてましたが、今はもう全部まとめて熱中症ということです。はい。で、下のに3つまた書いてますけども、非労作性の熱中症ですね、要するに何か作業してとかではない、何も作業してるわけじゃないのに起こる非労作性の熱中症とですね、仕事、スポーツとかの最中に起こる労作性熱中症と、ああいうこと。それから、お風呂とかですね、浴室内熱中症と言いますけども、サウナとかですね、こういうことで起こる場合もありますよということです。では、今日のテーマです。熱中症です。はい、では、どういうことが起こってるかということですけども、熱中症になると脱水して体温上昇しますよと。脱水プラス体温上昇ということで、その先に何があるかと。はい。臓器の血流が低下して多臓器不全。だから危ないわけですね。はい。で、症状はどういうものかというと、まあ、だるくなったりとかですね、吐き気がしたりとか、倦怠感とかですね、まあ、気分が悪くなったり、めまい、失神、頭痛とかですね、体温がどんどん上がっていくと、汗が止まるとかですね、そういうことが起こると。はい。熱中症が原因で死ぬことありますよ。はい。3度ですね。3度の熱中症では、致死率3割。非常に危ないですよ、ということで、死亡率結構高いですよ、ということです。はい。もう救急ですよね。適切な処置を取らないと、死亡しますよ、と。はい。で、死亡を免れてもですね、3度だとですね、重症だと、脳に障害が残ったりとかですね、腎臓に障害が残ったりとか、することはありますよ、ということです。はい、次行ってみましょう。世の中的にはですね、地球温暖化で暑くなってるからとか言ってますけども、ですね、もともと地球ってグツグツ煮えてる鉄のですね、まあ鉄が溶けたような玉ですから、それがどん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 暑くなったり寒くなったりしながら冷え固まっていってるわけですから、どっちかっていうとどん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 寒くなっていってるわけですけどね、ただ波で進んでいきますから、高くなったり寒くなったりですね、高くなったり低くなったりしながら冷え固まってってる地球という玉ですけどもですね、じゃあ何が原因なんでしょうね。非常に日本では多いですよね、増えてますよね。あるものがですね、まあ後で言いますけどね、あるものが使いすぎでですね、熱中症にかかりやすい下地ができてるわけですね。でまあそれはまあ後に回しますが、屋内屋外を問わず高温多湿が一応原因と言われていると。当たりますね。まあ暑いから。そして湿度が高いから。で、下に書いてますが、アメリカ海兵隊のですね、まあリスク度の判断基準というのがありまして、これ難しいの書いてますけど、湿気、呼吸温度という、まあそれを判断する、まあ、指標みたいなのがあるわけですね。まあ知りたい方は、まあこれで検索してもらえば出てきますから。まあ、見てください。それで、どのぐらいが出てくるかというと、5月、日本では5月に増えると。
今まさに5月に増えると。それから25度から増え始めてですね、30度またいで31か2ですかね、31か2ぐらいを超えると急増するということです。はい、次行ってみましょう。熱中症になりやすい人ですね、どういう人がなりやすいかと、子供ですね、10歳未満、それから障害者とか高齢者ですね、それから太ってる人とかですね、それから脱水気味の人、発熱してる人とかですね、それから先天性の無痛無汗症、無汗症ですね、汗か かかないようなですね、先天性の病気ですね、こういうような人は汗が出ないので熱中症になりやすいということです。まあ、あといくつか睡眠不足とかですね、いろいろ書いてますけども、一番下にはですね、遺伝的にですね CPT2 と言われるエネルギー代謝酸性に関係する遺伝子にちょっと異常があるとですね、ここの酵素の異常があると、はい、熱中症になりやすいですよということがあるということです。はい、次行ってみましょう。疫学ですね。日本どうなってるかというと、年々増加してますよ、どんどん増えてますよ。はい、2018年ですね、4月から9月の熱中症による救急搬送、すごいですよね、9万5000ですよ、過去最多、すごいですね、2018年で救急搬送過去最多になってると。それから2007年で、死亡者ですね、熱中症で死んだ人904名、まあばらつきありますけどね、調査した期間によってばらつきありますけども、だいたい900名、すごいですね、900名亡くなってますよ。はい、で、まあこう下書いて真ん中に書いてますけども、6から9月の熱中症に、による搬送数、2010年が5万6000、2013年が5万8000。はい、すごいですよね。で、半数が高齢者です。はい。で、場所としてはですね、若い人は、学校で運動中。はい。部活動中、運動中ですね。はい。で、19歳から40歳ぐらい、40から60ぐらい、の人は仕事中ですね。野外での仕事中、作業中、そして65歳以上の高齢者は自宅にいるときに熱中症ということです。はい、次行ってみましょう。では熱中症の原因を探していきますが、熱中症は暑いからということで、それだけじゃないわけですね。熱中症の原因というのは暑さでですね、体温が上昇、体温調節機能が崩れると、バランスが崩れる、熱が蓄積してですね、体温上昇して、起こるわけですけども、人はですね、普通体温が上がったらですね、ちゃんと体温を維持しようと、保とうとして汗を出したり、はい、皮膚のところに血流を持ってってですね、血流を増させて温度を下げたりとかですね、皮膚の温度を上昇させたりしてですね、そこに、血流をどん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 持っていくわけですね。で、熱を放出、こういうことをしてるんですけども、さあ汗をかかなくしたりとかですね、皮膚のところに血流を増させないようにしてしまうようなことが起こったら、この機能が損なわれたら熱中症が生じると。そんな損なわれるもんって使ってますかね、人間ね、ありますかね。はい、次行ってみましょう。原因探していきますけどもですね、他の病気、持病があるとですね、体温調節がしにくくなるのでですね、熱中症にかかりやすくなりますよということで、どういうのかと、糖尿病とかですね、腎臓病とかですね、心臓病とか持ってたらですね、まあ他にもありますけども、体温調節ができにくくなるということで、熱中症にかかりやすくなりますよと。それからもう一つ、真ん中から下書いてますけども、病気の治療のために薬を服用している場合は、薬の種類によって何が起こるか、発汗抑制したり止めたり、利尿して水分を外に出したり、
まあ他にもありますけどね、まあまた後で見ますけども、発汗とか発汗の抑制とか利尿とかで、熱中症の原因になることがありますよと。要するに医薬品ですよ。高齢者半分、高齢者亡くなってる高齢者半分ね、900人ぐらい亡くなってる半分以上高齢者ですけども、ほとんど薬飲んでるということです。はい、次行ってみましょう。でですね、熱中症をやっているわけですが、今回それを取り上げているわけですが、もう一つ説明しておけないといけない言葉があるわけですね。熱不耐症というのがありますよ。何か熱不耐症、まあ同じですよ。熱への過度の暴露、要するに高い、まあ加熱に、そういう環境でですね、周囲の環境で熱がどん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 、まあ暑いから上昇しますよね。同じですよ。熱中症ですけども、熱不耐症という言葉があるわけですね。で、汗かいてということですが、熱不耐症という言葉になるとですね、はい、運動とか、高温多湿の天候の結果だけじゃないでですね、これは何なのかというと、内分泌障害、他の病気だったり、そしてまた薬物、医薬品、はい、こういうものが原因で起こるんですよ。それを熱不耐症と言います。はい。まあ、熱中症ですよ。熱中症ですが。暑い環境で熱がこもって起こる不快な状態ですね。まあ、熱中症ですよ。熱不耐症。熱不耐症は、下のものに関連して起こるわけですね。何か。薬の副作用。薬で起こるわけですね。それかカフェインの摂取とか。もちろん暑い環境下の熱の暴露。こういうことで起こると。要するに薬ですよ。薬で起こる。これが熱不耐症というということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、チャット GPT-4 に聞いてみましょう。はい、熱中症を起こす薬ありますかということで、医薬品で、起こすことが知られている医薬品を一覧にして表示してくださいね。ということで聞いてみると、チャット GPT-4 の回答です。熱中症を引き起こす可能性がある医薬品の一覧は以下の通りです。はい、起こす医薬品実はあるんですね。たくさんあるわけですね。どういうものか、ここに載ってますけども、抗コリン薬。はい、発汗を減少させるということです。はい、発汗が、抗コリン薬は発汗を減少させるので熱中症になるリスクが上がるということです。はい。すごいですね。で、あと、利尿剤ですね。利尿剤、もうそのままですけども、脱水になるのでですね、熱中症のリスク高めますよと。それから、これ、ね、これでなるとは思ってないですね、みんな。抗ヒスタミン剤。はい。これも発汗を抑制する。使ってますよね、よくね。抗ヒスタミン剤。はい。これも発汗抑制して熱中症になる可能性、リスク上がりますよと。はい、すごいですね。それから、精神系の薬、鎮静剤とか、精神安定剤。はい、これ、体温調節を、影響を与えるわけですね。体温調節ができにくくするということで、熱中症のリスクが上がるということで。あと、他には、交感神経、ベータ受容体遮断薬。はい、はい、すごいですね。血管収縮薬とかですね。こういうようなもの。はい。これもちろん、心臓とか、ですね、血圧に関係するようなもんですけども、これも体温調節に影響を与えますよ、ということで、これも熱中症になりやすくなるということで、なんですが、もう一つですね。下ですね。中枢刺激薬。要するに、まあ、医薬品としても使ってますし、違法薬物ですよ。コカインとかアンフェタミンとか、違法薬物、全般全部。何が起こるかと。体温上昇を引き起こすと。わかりますかね。これ体温上昇を引き起こすわけですよ。皆さん知らない、まあね、違法薬物使ってらっしゃる方が知ってるかどうか知りませんけども、体温上昇を引き起こしてです、ね、熱中症に、なりやすくなるということで、これらの医薬品はですね、熱中症のリスクを上げますよと、熱中症になりますよということでですね、現れた場合には、お医者さんに相談してくださいね、ということなんですが、こういうふうにですね、世の中がですね、こういうふうに、違法薬物も含めて、年寄りが特にそうですよね、高齢者が薬漬けのように薬飲んでますから、こういうような薬使ってますから、どうなるかというと、熱中症になりやすい下地がですね、出来上がっているということです。はい、次行ってみましょう。
ここからですね、いつものように違約添付文章ですね、見ていってみましょうと。リプレガルという薬ですね、アガルシダーゼアルファ遺伝子組み換えという薬と、はい、アルファガラクトシダーゼ、酵素製剤ということで、何に使う薬かというと、ファブリー病とかですね、治療に使う薬ということです。では見ていきましょうか。じゃあ、その他の副作用がありますかね、ありますかね。熱中症ってありませんよね。熱中症とは書いてませんね。はい。ただ下の方見てみましょうか。ありませんね。全然ない。はい。なんか気をつけませんか？はい。ありますかね。知覚不全とか。下の方にありますけど、温度感覚の変化。知覚不全。ちょっと遠いですよね。遠いけど、なんとなくわかるでしょ。で、上の方行きましょうか。はい。上、5% 以上。パーセンテージも載ってますよ。5% 以上ですよ。5% 以上。顔面好調、ほてり。まあ、ほてりがカーッとほてりがするとかですね。はい。ありますけど、発熱。あ、熱も出る。19.5%。すごいですよね。ほてりは 20%。でも、熱中症とは書いてませんよね。で、真ん中、なんて書いてます？なんて書いてます？熱不耐性。熱、わかります？最初に、途中説明しましたね。熱不耐性というのは何か。熱中症のことですよ。熱に対する、もう熱に耐えられなくなると。もうそのままですけどね。熱不耐性ですよ。これが薬で起こるということです。こういう書き方をしている薬もあるということで、要注意ということです。はい、次行ってみましょう。2枚目見ていきます。トレリーフという薬です。ゾニサミドという薬です。はい。何の邪の薬かというと、パーキンソン病の治療薬。それから、レビー小体型認知症に伴うパーキソニズムの治療薬ということです。で、見ていきましょうか。なんかありますかね？そういう副作用は。ありますかね？まあ、ありますよね。あるから見せてるわけですけども。はい。下ですね。発汗現象に伴う熱中症起こりますよと。要するに汗が出なくなると。汗が減少しますよということで、体温上昇、熱中症をきたすことがありますよということです。はい。発汗減少しますよ。温度、体温上がりますよ。顔面好調。ほてりですね。ほてりも起こりますよ。はい。意識障害も起こりますよということで、投与を中止してですね、薬が起こしてるわけです。投与を中止して、体を冷やしてくださいねと、処置してくださいねとのことです。はい、次行ってみましょう。はい、最後ですが、最後もう一枚医薬添付書を見ますが、同じ薬ですね。さっきのゾニサミドの製剤がですね、さっきはパーキンソン病の治療に、レビー小体型認知症に伴うパーキソニズムとかですね、パーキンソン病の治療に使ってましたが、これ、抗転換薬。子供にも使ってるわけですね。抗転換剤として、転換の薬として使ってる。有名なので、もう一回出しておきますが、熱中症を起こす薬として、まあ、これ有名なんですね。ゾニサミド。はい。熱中症といえばゾニサミドですけども、はい。重大な副作用。発汗現象、発汗が減少してですね、熱中症になりますよと。発汗が減少が現れて、体温が上がって熱中症になりますよと。熱中症をきたしますよと。で、発汗減少、体温が上がって、ほてりが出てですね、意識がおかしくなった場合にはですね、減量、または中止して、体を冷やして処置してくださいね、とのことです。小児への投与の、こう、参照ということ。子供への投与で注意しなきゃいけないものということです。はい、最後ですが、世の中的にはですね、暑いから、まあ当たり前ですけども、暑いから、起こるわけですが、まあ、環境がですね、地球温暖化といって、暑くなったからと言ってる人もいますし、まあ、水分取ってないとかですね、要するに、ミネラル、塩分と、糖分と、まあ、ミネラルと、水分と、そういうのをちゃんと取ってないとなりますよという人もいますしね、いろいろ言ってますよね。でも、お医者さんたちが一つ言ってないのはこれですね。わかりますかね。薬の使いすぎでですね、こういうふうに熱中症になりやすい素因が揃ってるわけですね。だから熱中症になって倒れてるような子供、部活動中に倒れたとか言ってますけども、ひょっとしたら下地にこういうような薬を飲んでるかどうかということをチェックしなきゃいけないわけ
ですね、熱中症になりやすいかどうかはですね、薬を飲んでるかどうかもあるわけですよ。そして違法薬物も体温上昇をきたしてですね、これも熱中症になりやすくなるということで、知らずに、まあ知らずに使ってますよね。違法な薬物を使ってらっしゃる方、そんなことは知らないと思いますけども、こういうふうにですね、日本中薬漬けみたいに薬使ってますから、当然熱中症になって倒れてですね、今、どれぐらいですか、年間900人ぐらいだったんですかね。去年、その前、900人ぐらいの人が亡くなってるわけですよ。要するに今の日本はですね、ちょっと薬の使いすぎということで、熱中症の裏にはですね、こういうふうにいろんな薬がですね、絡んでるんですよということです。はい、最後ですが、今回は熱中症の原因について、解説してみました。ありがとうございました。